で25行目。It is only within quite recent times indeed that the correct status of mathematics has been d i s c o v e r e d o l d s w o r からちょっともう今日は無視します。時間もないし。 まあ、構文的には問題ないでしょう、これね、えー、動詞はこことここにあるんですけど、で接続詞は1個でざっとで、えー、真ん中にまあ前置足す名詞というか、副詞がいるので、えー、こういった強調構文ですね、でその数学の正しい地位、まあ、これはあのステータスというのはさっきのシグニフィカンスでも同じですよ、意味ですね。 まあ、リアル・シグニフィカンスとコレクト・ステータスは同じですからそれが発見されたのはね Within Times ちゃんと「リセント」と書いてありますかねしっかり理解してくださいねごく最近だったね数学の正しい意味が発見されたのはごく最近であるというふうに書いてありますさて皆さんごく最近というのは一体何を意味するんでしょうかね え、どのぐらいのイメージするんですかえ三、三か月前ですか?。三年前ですか三十年前ですか?すか。は?。ね、というふうに、まあ、あるんですけど。ここで君らの中に、いやー、多分最近って言うんだからね。まあ、いいところ二百年ぐらいかねとかっていう人が。結構いたりするんですけど。そういうこと、考えること自体が間違ってるんですよ。最近って言われても、いつのことって言われると、それわからないんですよね。作者が何をもって最近して,てるか、わかんないからです、全く。ね。 で次行ってほしいんです次行ってみるとなるほどと思うことが書いてあるんですよ It is probable that マテマレックスオリジネイティッドなんちゃらフィタゴラスと書いてます It is probable いいよね可能性が高いはいでこの問題はとてもわかりやすい問題でしょ 単にオリジネートを聞いてんじゃなくてオリジンって言葉は始まりに関係があるので、えー、これは結局ビギンと親戚だろうとで君らは多分数学はピタゴラスから始まったって言ってここの部分には日本語で言うと何とかからが欲しいだろうで、えー「ビギン何たら」で「何たら」から始まるの時ここには何が来るんだっけって前にも散々注意した水だだからここに来るのも水ねで数学はピタゴラスから始まる ね、ちょっと待ってピタゴラスって古代ギリシャだよ。<laughs> で数学はピタゴラスから始まったんだっていうのが数学が始まったのはごく最近であるっていうこの人の言ってることなの、ね。古代ギリシャははるか昔じゃないかっていう人それはあなたのものの考え方の問題に過ぎない。何をもって最近といい何をもって大昔というかはどこを基準にとるかによって決まるのね。 例えば地球が誕生してから現在までを仮に1年だと考えると人類が生まれてから今まではたった7秒しか経ってないという理屈になる。人類がつまり最近とか昔とかいう言葉っていうのは相対的な概念だからどういう基準点を取るかによってどういう基準時間の長さの基準を取るかによって変わってきたんだよね古代ギリシャだから最近のはずはないとかっていう人。 そでまあこの2学期はずっと言ってきたことだけども、えー、東大の問題を答える時の一つのポイントはいかにその偏見から自由になれるかとなる。ね人間には誰しも思い込みがあるこれが100%もある程るやつは誰もいないただねその思い込みが激しすぎるとダメなんだねつまり常識人はは東大にはいけないんだよ常識あっちゃいかんのね 常識というのはただ単に君らの経験則の塊に過ぎない、ね、これまでこうだったから今度もこうだろうにすぎないでも分かんないそんなこと、ね、それじゃダメなのでこういうのを見てすんなり「あピタゴラスかぶん最近始まったんだなと」と <laughs> いうふうに作者にはちゃんと波長を合わせられなければこの文章は読めないよ意味分かんなくなっちゃうよここでねよいしょはいということでした では、それが何の基本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 の基 d の基 a の基本の e 本の基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 ないと本の基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 本 of course。まあもちろんそのそれなりにの基本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  e 基本の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 基も had been created。この had been って何？ 過去完了でより前何より前ピタゴラスより前。で、ジ,オメ,ジオメトリカルフォーミュラス used by the for example, and deal with、ユーズバイダー、エンシンティエイプチェン e フェーザンブ、エンディール、チフリーミズ、ランサービング、プログラムあ古代エジプト人がやっていたのはその土地測量の、まあ、ためにそ,のそういった計算をしていたと。で、アンドワー、オブテイン h スルーエクペリエンス、これは経験則であると。で、ゼイア、ユーズワリーラン、このゼイっていうのはそのフォーミュラスだよね。ジェオメトリカルフォーミュラス。

これだって「have been discovered」が全く同じでえそして「s o レイトというのは最近になってという意味だからこれと同じででこれが主語でこれは一体何を指してるんですかって聞かれてんだよそれはもちろんこれに決まってんじゃん正しい意味での数学数学の正しい意味これだよ ね、だこんなに遅くなってっていうのはピト・ガラスの時代を指していてごく最近になって数学というのの、ね、正しい可能性というもの意味というものがえ発見されたえそれが It seems あちなみになぜ「手ドが入っているのかというとえそれは「ストレンジ」があるからだえこれはある意味意外を表している意外当然に関係のある時雑説の中に「手ドが出るこれ結構有名な文法だよね訳はできない。 なしゅうとは訳さないので、そのその数学正しい意味での数学がこんなに遅くなって発見されたのはおかしなことであると、意外なことであると、奇妙なことであると。で、まあなんでかっていうと、F four eight is completely independent of external circumstances。まあいわゆる外的環境と無関係なもんだからだと。そう、つまり数学の本当の意味ってのはそこにあるんだよ。外界と無関係、つまり現実とは全く無関係なもんだね。数学ってさ、完全に頭の中だけの世界で,ですよ。 ね、だって考えたら数学の概念ってみんな実際には絶対存在できないぜ直線なんてさ面積ゼロなんでしょあれ <laughs> どんなに細い鉛筆で書いたって面積ゼロの線なんて本当は書けないのに面積ゼロなんでしょね,だね面だって厚さゼロなんでしょ無理だよそんなの全部頭の中の世界なんだよねだから全然現実との間に接点がないのよ現実との間に接点がないんだからいくらでも好きに考えればいいんだからもっとはるか以前にあってもおかしくなかったんじゃないのって言ってるんだよこれ。 ね、まあ言ってることはそういうこと。